おはようございます。あ、おはようございます。ついに12ヶ月間完走ですね。はい、12ヶ月毎月亀山ダム間はしょって12ヶ月目になりました。だいぶワープしましたね。8月からかな。いやでも今年本当1年間トレイルまでお疲れ様でしたというと、はい、お疲れ様です。年間2位、まあそんなこともありますね。日本で2番目に強い男の称号を得て2位あんま良くないんですけど、だからね、でもねトーナメントってのは1番を決める大会なので、はい、1番になるのがベストなんだけど、はい、1位がいれば2位もいますよ。2位がいれば3位もいる。これ何位になっても自分の、まあ、ベストを尽くした結果なんで、はいはい、まあ、それがまた例えば30番40番はいいでしょう、はい、まあ、なので、まあ、っていうよりも1年間やっぱ優勝争いができたっていうことがまず、はい、まあですね、まあ、過去最強と思われるあの藤田恭也選手と年間争いができてるっていうこと自体、まあ、自分の自信にもなるし、まあ、贅沢を言えば取りたかったんですけど、まあ4回目贅沢すぎるだろうっていう話もあるんで、まあちょっと悔しいですけど。でも4戦目の時点で首位に立たれていて、はい、もう最終戦の味加減さじ加減でっていう、本当1年間最後の最後まで気を抜けないなんて。そうですね、まあね、そのやっぱり1年間5試合なんですけど、たった5試合といえどもやっぱりどっかでやっぱり厳しい試合は来るんですよ、はい、もちろん厳しい試合は来てたんですよ、はい、七色の2日目とか、あるいは、まあ、それこそ音楽館の2日目ゼロやってますからね、初戦の。やっぱりどっか厳しい戦いがあるんですけど、それをうまく修正して、まあ、ベストを尽くしてきてたんですけども、やっぱりね、そこはね、対人なので、組み合わせが悪いと、やっぱり20番ぐらいになっちゃう時もあるし、その中で、まあ、年間、まあ、平均順位、10番ぐらいを取ってれば、大体年間1番に絡んでいくんですけど、まあ、ここ近年、まあ、自分がタイトル取った2009年ぐらいからかな。年間10番平均で取れなくなっちゃったんですよね、このカテゴリー。やっぱり飛び抜けた成績がその年いい人が年間シングルシングルシングル前線を立つんじゃないかっていう勢いで、まあシリーズを制していくってことが多くなってたんで、まあそれに匹敵する成績を残さなきゃってなると、やっぱりねすごくその集中力あるいは、まあ、体力を含めたエネルギーをね相当1年間使うんですよ。で、まあ、それが使えて決めて年間っていうのは取るわけなんですけど、まあ一歩足りなかったというか、向こうの力が上だった、まあそれだけのことなのかなと。で、まあ一瞬その七色の時に逆に彼が厳しい立場になってうまく逆転することができたんですけど、まあ、そのチャンスを十分に生かせなかったなとはちょっと反省しているかなと思います。おー、まあでも2番目ということで来年に向けては絶好のなんていうか、勝ってやるっていうまあ2番で別に僕2番も5番も10番も今日一緒だと思ってるんですよ。ただ、まあ、今日は人に負けたくないから、やっぱり1番が一番いいんだけど、2番だったら1人にしか負けてないし、3番だったら2人に負けてるし、5番だったらね4人に負けてるしってなってくるから、まあそういう意味では敵は1人なのでね、そのあれなんですけど、2番って過去に3回過去に、まあ、今回合わせて3回目なんですよ。まあ僕がちなみに2番取った時は2回とも今まで過去2回とも同じ人が1番なんですけど、青木、そうですね、そうですね、まあそういう中でまあ1番も3回取ってるんでね、この12年間で1番3回と2番3回まあ半分以上は1番か2番に絡んでる年間争いをしてるんで、まあ、それを続けてるっていうことが、まあ、自分の中では、まあ、誇りでもあるし、まあ、また戦えるぜっていう気持ちでもあるし、まあ、来年も変わらず1番を目指していくだけなので、2番だから来年気合が入るとかそんなのはないですね。まあ、来年ダメかもしれないし、来年もまた調子いいかもしれないし、分かんないけど、とにかく目指してるのは1番。姿勢目が悪かったからといって、まあ、全体を諦める必要もないし、まあ、とにかく今はね圧倒的に強い選手が一人いるんで、彼に離されないように自分も自分の釣りをして成績がこう離れていかないようにする、まあ、その努力を怠らないだけですね。ここに来て、先日のキング・オブ・キングス、はい、あれは生中継も入った、詰め込んできますね、結構悔しい試合ばかり。いやいやいや、もう
もっと昔の良かったファンから見ると楽しかった時の試合だけ思い出しましょうよ。いやいや、あれ、初日はカメラも乗られてましたし、はい、あとプラの時もなんかたまたま見かけたんで、はい、すごい楽しかったんですけども、あれはどんな、まあそうですね、今回やっぱり、ね、僕も時間っていうかね、体力もかなり限界に近づいていて、これ体力なんてって思うかもしれないですけど、やっぱりね、この9月10月11月の遠征は、まあ、相当削られました。まあ、正直本当に今も1時間車を運転すると腰が痛くて立ってられないぐらいなんですけど、あんまり痛いとか辛いとかしんどいとかっていうのは試合前に出したくないんですよ。言いたくもないし、でとにかくまあ限界までやってみようとすごくもう調節しながらやってたんですけど、やっぱり、ね、フルで1日やって、とにかくその KOK の最終日に倒れてもいいやっていう気持ちでやろうと思ってやったんですよね。まあそんな気持ちでやってたんで、まあ本当いっぱいいっぱいやってました。なのでどんどん魚も釣れなくなっていく時期なのでね、本当にしんどかったです。まあ、それが正直な気持ちです。なので悔しいというよりも終わったっていう気持ちの方が強いかなと、今回ばかりは。でまあ試合の展開としてはね、やっぱエリアがすごい広いじゃないですか。北浦、霞ヶ浦、利根川っていう、まあ大水系を、利根川水系の大エリアをやっぱ走り回って魚を探してきて、まあ、すごくそれがね、あの水系の醍醐味でもあるし、まあ、特に少人数制なので自分がキープできるエリアってのも多く取れるから、現場ものすごく面白いんですけど、直前にちょっと大雨が降ってしまって、まあ、利根川が濁っちゃったんですよ。でそれによってちょっとゲームプランが大きく変わってきてしまう中で、まあこの9人っていう人数でエリアで結構バッティングがあるなってことに気づいちゃって、9人でもありますよ。はい、やっぱいいところは霞ヶ浦のいいところはここ、利根川のいいところはここ、北野のいいところはここってね、もう正直ほぼまあ分かっちゃうんですよね。まあその自分で釣ってて僕は見つけちゃって、あ霞ヶ浦はこういうところなんだな、でやってる最中にやっぱりまあ赤羽選手だったりとか橋本選手だったりとか合うんですよ、古城で合うってことは彼らも見つけてるってわけじゃないですか。まあ当然霞ヶ浦をね主戦に戦ってる彼らですから、9人でやっていいって言われたらやり放題でしょうね。もういいとこガンガン左してくるから、もうこれはちょっと機動力も含めて負けちゃうなと。まあで北浦になると、今度はやっぱ北浦をまあ主としてる JB の選手、沢村プロであったり今井プロであったり、やっぱいいとこツッポンついていくんですよ、あの短期間のプラで。もう北浦しかやらないって決めてるから、特にですよね。もうそこドンとついてこられて、そこでドンと強い釣りされちゃうと、北浦ってね頑張っても僕は1本か2本だと思ってたんです。1日2本取れるよほぼなくて、やっぱ1本キロオーバーが1本取れたらいいなっていうのが北浦の展開だったから、これは北浦で勝負はないなと。で霞ヶ浦に関してはいい魚で3本取れることもあるんですけど、直前に JB 霞ヶ浦が2試合入っちゃって、まあ、それによって相当叩きのめされた感があったんですよ。でそれもあったんでちょっと触れないなってなってきてしまって、霞ヶ浦戦で、はい、本当最近デスミガウラとかいろんな名前ついてますけど、はい、トータルで釣れた中の、まあ、優勝の選手も含めて、はい、ほとんどがあのゲイリーワームで上がってるってことになってくるんじゃないかなと思って、まあ、そうです。それはまあ結果論として、まあ、他のルアーでも釣れてるんで、あ、まあ、僕はもうそもそもそのあの水系問わずゲイリーが強いってことをよく知ってるんで、まあ、その途中でねちょっとインスタで紹介させてもらいましたけど、はい、バサオールスタークラシックを勝つためにモコリクローと、はい、レッグアップ 2.9 っていうルアーを開発に携わって、で AOK もそうですね、そのプラクティスの過程からテトラを効率よく攻めるルアーとして作っていったところがあるので、まあ、そういったそのオールスタークラシックのためにゲリルアーっていうのをまあ携わらせてもらって、すごい釣れるルアーができてきてるんで、当然これらを武器にしてる僕はもうゲリーであることで、まあもちろん強いですし、ゲリーワームが釣れて当然だと思うんですけどね。まあ実際そのね、三日立山選考っていう赤羽選手が使ったルアーも僕の2018年のウィニングルアーの一つに入ってるし、ほぼ毎年のオールスターでは投げてるルアーで、あの水系でも恐ろしく釣れるワームなんですよ。夏場のあの小森さんと霞ヶ浦で1回だけ、はい、あの一緒になんて言って出た時も、はい、小森さんがそのパッド山線香3インチにこだわって、で、ね、はい、ですぐにパターン見つけて、はい、あの夏の結構もう30度超える厳しい状況でポンポンって魚当たり取ってたの印象的だったんですけど、やっぱ効くんですよ、ね、あれは効きますよ。あれは僕も北浦はそっちがメインで、
まあ、あのライブ中継見てもらった方はあの分かると思うんですけど、初日の朝一に僕はあのホツクラっていうエリアに入って、最初には鳩山線香で鳩本も狙ってました。で、まあ、北浦霞だとその釣りは主流になったと思います。 2.9 が、はい、あの馬桜に向けて作ったんだって今、はい、あと SNS でも見たんですけど、はい、今ヒントはもらったんですけど、テトラ体 2.9 インチ、あのレッグワームの形ってことは、はい、どういうことなんですか。どういう、あの、ね、テトラよりも、ね、2.9 はどっちかというと食い打ちに作ったんですよ。あの食いの魚って途中でサスペンドしてることが多いんですけど、ボトムまで誘ってやんないと食わないですよね。ボトムで食わさないと、食いをサスペンドで食わそうと思ったらそれは脳進化で良くなっちゃうんで、あるいは巻物で狙うと。で、食いを、まあ、時間をかけて狙うと思ったらボトムまでルアーを追ってバスに来てもらわなきゃいけない。だった時に 2.5 よりもやっぱもう強い波動が欲しかったんです。で、ボリュームも含めて、まあ、ワンサイズでかいバスも狙えるし、その杭で400ぐらいが混じっちゃってて、でもキロも取れるんだっていう時は 2.9 に変わるとキロキロキロって時があって、一度16年だったかな、はい、北区が優勝した時、その時に僕2位だったんですけど、オールサクラシック、その時は 2.9 の多分新時代だなと、あれヘラ台の足打って2.9 で多分 3,4 本取ってるんですよね。まあそんな風に使っていきたいなと思って作ったワームではあります。ありがとうございます。じゃあ、本日はこれで終了になりますので、はい、ありがとうございました。まだキングオブキングの話は全然終わってないけど、まあ、でそこからキングオブキング、はいはいはい、まあ僕トネガーメインにしたんですよ、はい、それはさっき言った通り霞ヶ浦は、まあ、ちょっと強い、絶対的に強い2人がいる。でもちろんその2人とも霞ヶ浦に行くと決まったわけじゃないですよ。まあ橋本さんは行くだろうなと思ってました、正直。あの赤丸さんはねプラでちょっと利根川で会ったんで、利根川にも気づいてるだろうなと思ったんで、今どっち来るか分かんなかったんですけど、まあ、濁り入っちゃったんで霞ヶ浦は2人行くだろうなと、まあ、それ以外にも何人か行くかもしれないなと思ってたんですけど、まあ、霞ヶ浦に関してはバッティングがある、前回叩かれてってことで、ちょっと僕の中では三角で、北浦に関しては頑張っても1本しか取れない、それがとてつもなくでかいんで、まあ、かける時間を短くして1本取れたらいいなと思って、だから朝一と帰り間際と、まあ、結局帰りはできなかったですけど、やろうと。じゃあどこを目にするかって、北と日立と、ね、利根川っていうこの、まあ、3つの細いエリアを目にしようと思ったんですよね。で、まあ、その辺もまあバッティングは、まあ、例えば小野選手とか川辺選手とかとするんじゃないかなっていう予想はあったんですけど、まあおそらくバッティングしても細かいニュアンスがいっぱいあるからなんとかなるだろうなと。で、利根川に至ってはエリアが広いから、その同じテトラでバッティングしても300m もあるんでね、2人で流していくこともできるし、まあ、そういったこともあったんで、あと利根川雨に行こうと思ってた時にの、まあ、雨で、まあ、正直ね、水位表を見ながら水位が上がってる状態ではもう行っちゃダメだって僕は思ってたんですけど、じゃあ他何やるの、上がってるから足打つのとかいろいろやって、上がってるけど全然シャローにバスがついてきてなかったんですよ、まあ、ぶっちゃけついてきてたのは北浦のワンドだけです。しかもワンドも河川沿いじゃなくてワンドの沖にある何かとか、でそれ以外のところは全く魚がね、シャロー側に魚ついてきてなかったんで、もともといるところがちょっとアプローチが変わるぐらいにしかなってなかったから、これはもう増水も当てにならない、じゃあやっぱ川行くかってなって利根川に、まあ、僕は行ったって感じですね。まあ、ちょっともうちょっと釣れると思ってたんですよ。1匹釣れるんだったら3匹は釣れると思ってたんですけど、まあまあ意外と一トロのバッティングもあって、で利根川は、まあ、まあそのトーナメント出てない方も結構来てるだろうなと思ってたんで、まあ、あの中やっぱり土曜日はかなりの人がいて、で金曜日もまあ何人かの選手となんか他の人もいて、ちょっと釣りづらかったかなというのもありました。まあ濁りがねちょっと上から来てたんで、濁ってないエリアがすごい狭かったんですよね。だからそこに人が集中しちゃったって感じで、で利根川の2日目はもうそれを無視して濁ってるとこ行ってやろうと、上行ったらクリアップしてんじゃないかぐらい考えて上に30キロ走ったんですよね。そこで1本取れたんで、まあアイデアとしては良かったかなと思ってるんですけど、まあゲームとしては本当に広い範囲を使いすぎたかなっていう失敗点もあるんですけど、まあこの時期なのでね、どうしてもレスポンスが悪い、リズミングからなかなか答えが返ってこない中で釣ってくるんで、まあなんとか2本、2日目2本、初日1本絞り出せて、まあ順位がついてよかったなとは思ってます。はい、ファンの方から見ると、はい、今回まあ、台数は限られてはいましたけども、はい、YouTube のライブで、はい、あのクオリティで、はい、もう本当リアルタイムでずっと選手の方の何を考えてどこに走ってとか、はい、ずっと我々見ることができたんで、はい、なんかすごい新しいトーナメントの形だな、アベマでもないんだな、 YouTube で
こういう感じで見れちゃうんだなっていうのはすごいなんか次世代の釣り大会を見てるような近未来の感じですごい楽しめたんですけども、はい、あのもう来年は JB でも小森さんに毎回密着であの YouTube のああいうライブで見れるといいななんて思いました。そうですね、まあ、あのライブで見せるっていうのはね一つのやっぱり魅力なんですけど、ただ野球ですらやっぱり見る機会っていうかライブの放送なくなってきてるのはやっぱ放送時間とゲーム時間の長さですよね、はい、それがすごいネックになって釣りって本当長いんですよ。あのやっぱね10時間、まあ、それは天候を相手に生物を相手にしてるんでそんぐらい時間ないと逆に言うと答え出しにくいんで、まあ、長時間になっちゃうんですけどね、まあ、そのやっぱり見せていければいいなと思ってはいますね、まあ、そのやっぱり、ね、僕がバストーナメントにこだわってやってる理由っていうのはバスフィッシングっておかっぱりからでも十分楽しめるんですよ。楽しいと思います。僕もおかっぱり時代あったし今でもおかっぱりやるし十分楽しい。でその何もおかっぱりが悪いとかおかっぱり終わっちゃってるからどうだとかっていうこともないんですよね。ただやっぱりおかっぱりだけやってるとバスフィッシングのこととかバスのことっていうのはやっぱりその全部見えてこないところがあって、元に乗るようになってやっぱりそのバスフィッシングとかバスのことってよりもっと知ることができたんですよね。その知ってるものを持っておかっぱりに戻っても全然楽しいと思いますし、その元に乗ってその時広がったで、まあ、それがねトーナメント出るようになってまた僕は広がったんですよ。そのトーナメント出るようになって初めてブラックバスのことって知ったこともいっぱいあるし、釣り方とかそういったことも学べたし、で何よりも、まあ、やっぱりそのバスフィッシングの楽しさっていうのをまた再認識できたっていうのもあったんで、で、まあ、そのトーナメントでなかなかねそのハードルのあるものかもしれない、特にバスボートに乗ってなるとまたすごくハードルがあると思うんですよね。ですけどやっぱりそういうバスボートに乗ってトーナメントを何日間もやることによってやっぱりそれによって知ったこととかやっぱバスのことバスフィッシングのことっていうの深くあの分かったことっていうのがあるんですけど、それがああいうライブ中継を通じて伝えることができたら、まあ、すごく見てる方にとっては楽しいんじゃないかなとは思ってはいます。本当 SNS とかあと各いろんなそういうメディアとかが増えていて自分でチョイスできる時代に、前は昔は自分なんかも子供の時はテレビが12チャンネルまであって、はい、その何チャンネルかっていう選択肢しかなかったんですけど、はい、今はそういうケーブル放送もあればネットとか YouTube とかアベマとかネットフリックスとかいろいろあって、自分とかはやっぱり小森さんがどう一日戦ってるかとか見たいんでそれチョイスして、はい、まあ途中うちらはトイレ休憩行ったりしてますけどずっと土曜日なんかもおーってずっと見てられますからね。あんな感じのが広がっていくと本当楽しいな、ね、テレビって言ってほらあの見る時間が決められちゃうじゃないですか。そうですね、で、はい、それがなくなったのは大きいと思うんですよ、はいはい、そのあのまあ、僕らの兄弟3人いたんで、はい、チャンネル争いになっちゃうんですよ、はい、妹はアニメが見たい、僕は野球が見たい、はい、で姉ちゃんはドラマが見たい、で親はニュースを見たいってなるとテレビ1個がどうにもなんないじゃないですか。で部屋にテレビを置くとどうしてもその家族の家族感がねそうになっちゃうからテレビは1個でってなったんですけど、今はもう携帯でも見れるし誰でもテレビってそのパソコンでもそうやってネットで見れるしっていう感じで、そのまあ番組を自分でチョイスできるのを含めて自分の時間っていうのを作れるっていうのも大きくて、そのね例えば会社勤めしてる方とかがちょっとオールスターどうなったかなってトイレ行った瞬間に見るとかそういうシーンを想像するとワクワクしちゃってて、その瞬間に釣れたらすごく応援してもらえるんだろうなとか。たまたま自分なんかは全部見てたわけじゃないんですけど、はい、あの4つ分割画面であって、はい、あ小森さんに切り替わったって瞬間にかけてあげたんですよ、はい、あれ超上がりましたね。そうですよね、そういうシーンに出くわしてもらえるとすごくやっぱり嬉しい、こっちも嬉しいですよ。釣ってるとこたまたまつけたら見ましたってコメント結構何件かいただいたんですけど、本当嬉しくて、たまたまつけて見たってその人はそのずっと見てるわけじゃない、たまたまつけて見てまたたまたま仕事に戻る、その瞬間だけでつながったわけでしょ、はい、めっちゃ面白くないですか。面白かった、すごい。これは本当にね やってる側としてはそのライブ中継してもらってる側としてはすごくアングラー妙にトーナメント妙に尽きるというか、今この時点でもアーカイブでその振り返りで見ようとしたら、はい、今この瞬間にあそこのシーン見返すことが携帯でできますもんね、はい、そんで小森さんにこれどうだったんですかって聞いたりもできる、なんかすごい近未来のメディアなんだなと思って見てました、はい、あまあちょっとブラックじゃなきゃいけないけどちょっとこの話はそのかな、はい、ちなみにねそのあの中一の一本ですよね、はい、あれ僕マックス銭湯の D ワームっていうワームで釣ったんですよ、はいはいはい、で、まあ、何を隠そうあのワームを使うのも釣るのも生まれて初めてです、
トレが入ったら思いによか水が濁ってて、でまあ正直言うと本当はね、カリフォルニアロールので行きたかったんです。優勝したパターンですね。そうですね。でカリフォルニアロールが黒が実はこんなに濁ると思ってなかったからあんまり用意してなかったんですよ。で2日目もあるじゃないですか。だからなんか適当にある黒いワームをそのテイコにあった使わないとこに入ってるワームから黒いのを適当に持ってきた中の1個なんですよ。ちょっと使おうかなと思って使ったら釣れたんですよね。なんか面白いもんですよね。はい、まあ正直カリフォルニアロールと黒2日目はそれで釣ってるんですけどが一番良かったんですけど、ちょっとね大事にしようと思っちゃって使ったワームで釣れたっていう。でも本当最後の大一番本当お疲れ様でした。いえ、まあ、はいで、はい、で何でしょう。今日亀山湖に来てるんですけど。ああ大変ですね。今日の傾向というか今日どんな感じの意気込みで。ぶっちゃけ3ヶ月以上ぶりに来たんですけど、はい、まあこのか前回これ流してからなんか8月だっけ7月だっけやってからもう来てないんですよね、はい、でまあ、目が覚めたらもう12月になってたんで来たんですけど、ちょっと今日濁ってますよね、なんか。でやっぱね冬ディープ傾向になっていく中で濁ってるっていうのはもうマイナスでしかないです。でこうなると本当はカバーを打つんですけど、まあ今日はちょっとゆっくりめ、僕も体力も限界なのでゆっくりめにさせてもらってるんで、本湖周辺のディープをやっぱりちょっと見たいなと思ってるんですね、はい。まあ、その中で今日アクティブターゲットついてきたんで、はい、まあこれを駆使しながら、まあ、1本ぐらい釣れればいいかなと。まあ、映ってる魚を釣るっていうことはしないです。地形を見ながら。そういったエリアでもし釣りを展開されるようでしたら、はい、贅沢なお願いなんですけど、はい、やっぱり小森さん12月1、2、3月、はい、ディープのレッグワームっていうこの戦略はもういろいろ映像でも残ってますし、はい、考え方とかあと実績の方ももう申し分ないんで、はい、まあ、例えばそのレッグワーム以外の何かルアーで冬の亀山でレッグワームを封印しろと。いやもちろんその様子見であのプラ的に投げていただくのは一応今日濁ってないことも考えてたからフェイトタックルで、まあ、これを投げようと思ってレイジースイーパーを投げようと思って。あ、はいはいはい、本当はね、これあの今年トップユーティーで一番多分使う人が多かった。あ、そうなんですか。はい、スイムベイト多分これね今活のやつなんですけど、はい、ね、そのエコのスイムベイトっていうのがもちろんいろんなメーカーが出てるわけではないんですけど、これなんかすごく優秀で亀山で使ってるとあんまりないでしょと思って釣れるんじゃないかなと思って持ってきたんですよね。今日これで釣りたいなと思ってたんですけど、はい、あと明日これリール違うけど明日 GPI カップっていうそうですね、イベントがあるもんで久しぶりのちょっと大きめの大会です、ね。はい、今日はベイトばっかりで行こうと思って、はい、ほらアルカンステ、はい、ゼロスこれねこれフル仕様っていうか、はい、フルチューンモデルフルチューンモデルです。 GPI にフルにやってもらったやつなんですけど、はい、これちょっと試してみたくて、はい、試してみたくてもう十分試合で使ってるんですよね、はい、これなんかはこの間であのあれ X7 班とか投げるのはこ このタックルでやってたんですけど、はい、これはこれねギア比5だったかな、はい、5.6 だったかな。こっちは 8.1 で、うん、これはフットボールかなんかやろうかな、あ、うん、カバーやろうかなと思ってきたのかな。でベイトで本当はカバーとか巻き丸とかをやろうと思ってきたんですけど、はい、まあちょっと太陽も思ったより曇りって言ってた割にはサスな、ね、まあレッグワームはもちろんレッグワームでちょろんと釣ってとか思ってたんですけど、はい、レッグワーム封印ね。いや封印ではないんですが、はい、俺的にはあの今年自分でも結構お世話にはなってるんですけど、はい、あの山ミミズ使ったらどうなのとか山タヌキって冬どうなの。ミミズとタヌキで釣れと。タヌキはまだ出てない。まだ出てない。今撮影中です。大丈夫ですよ。こっち来てください。山ミミズで釣れと、はい、ミミズ釣りましょう。じゃあミミズやってみましょう、はい、ミミズでオープンウォーターで釣ろう、はい。あとほらベイトフィネスも用意して持ってきたんですよね。はい、リールがまたあこれね、これも GPI のスプールが入ってるんですけど。え、あ、そうなんですか。はい、これ、ね、買ったのもいいけど傷だらけなんですけども、もう実践で結構試してみてたった2、3回でこの傷だらけになっちゃうんですよ。まあこれね、あとはい、これでミミズで釣りゃいいか。これちょうど 2.5 ポンド巻いてるんでミミズにちょうどいいかな。見たい。よし、じゃあ今日は
テーマ変わった12ヶ月亀山ダム12月は耳捨ての巻お願いします。はい、はいはい、山水、戻します話を。山水なんですけど、はい、まずね、下ごしらえが必要です。はい、山水には、ね、チューブ、3ミリのチューブを僕は使ってます。はい。よいしょ。まあ、2ミリでも、締め付けがきつく なるだけで、いいんですが、はい、やっぱり3ミリがいいでしょう。最近では 0.01 ミリとかでもあるんですけど、何の話ですか。はい、はい、で僕は右手でフッキングさせるから右外に向くように横からかけます。でもね、横からかけるのもいいんだけど、今ちょっとね、亀山ダムって障害物がちょっと多いんですよ。はい、根掛かりが非常に多いから、今日に至っては立てかけにさせてもらいます。根掛かりを嫌っての立てかけ、はい、トップを少なく出しておきますので、これでやります。で、普段の時だったらその自分の利き腕とかフッキング方向に合わせて横を向ける感じですね。はい、でボトム取って釣りしたいんだけど、なめた釣ろうかな。まあなめた釣りにしても 0.8g から始めます。ベースですね。バス食ってくるんだけど、根掛かりが多い時は軽くするし、はい、もっと深いところでゆっくり動かしないと重たくするし、 0.8 ベース。はい、もうリグを作るの簡単。これで出来上がり。はい、山ミミズ、改めて山ミミズ、今日は今年はもうずっと釣り子さんと僕は山ミミズの関係ですね。山、俺今年の初バス小森さんにもらった山ミミズね。今年山ミミズとやたらと縁がありますね。山ミミズネコリグですけど、ロットワリックアームと一緒です。 60ULS にこれコンクルージョンのプロトル作ったやつなんですけど、これはこのまま発売しません。はい、変なこと書いてあるのにね、ちょっとちゃんと書き直し作り直しします。はい、で 60ULS、リールは2000番、スピニングリール。ラインは、これ冬の亀山ダムディップやる場合、僕 2.5 ポンドから3ポンド使うんですけども、これね、八坂ダムのままなので 2.5 ポンド巻いてます。このタックルでいきましょう。64じゃなくて 60ULS っていうちょっと張りのあるフッキング重視のポンドね。64も用意してますよ。64と 60ULS の使い分けっていう、ライトリグの竿の、まあ、ネコリグにおける使い分けです。はい、ネコリグでしたら、まあ、僕は基本的には60を使うことが多いですね。はい、60の方がちょっと張りがあるんで、しっかりアクションが、細かいアクションが出せて、なおかつ、まあ、フッキング合わせに対して敏感に動く、作ってることができるんですよ。60の方がちょっと、どっちかデリグラテーパーなので、やっぱミドストとか、向こうに持ってかせるような釣り、はい、チェックしてるけど、ギューッと持ってくるときは64の方が釣りやすいかなと思ってます。まあ、基本は 60ULS、そこからちょっと食わせ重視になってくると64に変えていくっていうような使い方をしているかなというところです。こちらジグヘッドにしてみましょう。ジグヘッドは何がいいかな、ワカサギかな、いややっぱ黒かな、悩むところだな。お、開かないよこれ。ゲインパックも僕の腕力ではもう結構弱ってますからね。皆さんバス釣りのトーナメントなんて体力使わねえと思ってるでしょ。いや、思ってない。僕は魂を削ってるんで、本当使います体力。いや、すごい集中力だと思う。またあのキングオブキングでやっぱ終日の釣りを見ると、はい、とんでもねえなと思って見てた。どんな集中力いいんだろう。しかも2日間途切れさせちゃいけないわけ。僕はね、途切れないから大丈夫なんですよ。どんだけやる気がなくなってもモチベーションがなくなっても、試合のスタートの時にアドレナリンが出たらそこで全てが始まるんで、もうね、何にも本当に真面目トークしても、ふざけたトークしても、試合のことに関して何か自分が取り入れることはないなと。だから残念ながら一生続けるんだろうなと思ってます。残念ですね。残念ですね。なんか映るんですか。ウリウリ映ります。最近よく言われるワタカとかって何なんだろう。ワタカっていうのはあれですね、伊勢志摩の沖にある島でワタカの島って言うんですけどこの話じゃなくて、それはあれじゃないですか、あの島ですか。あの島ですか。はい、よくご存知で、はい、さすが釣り子さん。いや、今でもないらしいですよ、もう。そういう YouTube よく見ますけど。
営業している店はあるのか突撃みたいな遠目に見たらここの紅葉いいっすか。もうこうやって竿からカメラに持ち帰るか。でもね、中望遠持ってきてるから今日、うん、ちょっとしんどいんですよ。ちょっとでっかいですね。ちょっとな、玉長いんちゃう。何を、猿狙うんすか、猿。玉長いと思うじゃないですか。うんうん、でもね、うん、田中さん、うん、これ長玉じゃないと綺麗なの取れないんで、長玉でもないよ、これ。中望遠じゃないと綺麗な写真撮れないんですよ。ぼかしを生かしたりとかね。うん。全然取れないよ。取れない。どっちだよ。びっくりよ。ここに上がってもみじの下に立たなきゃダメよ。うん。頼朝の裏あたりやっちゃうんですか。それか、オーバーアイムの下に入って逆光で撮るか。見上げで。そう。煽りで。そう、変光フィルターついてるんだけど、はい、水が汚すぎて水が映ると。ああ。変更で余計に見たことになっちゃう。これクリアだとさ、映ってるもみじが超綺麗でしょうね。はい。上に変更だともみじ綺麗だろうな。もういい感じじゃない。全然良くないこれ。終わってる。もうシーするな。おいい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 感じです。こんぐらい寄ってくれたらもう iPhone でいいんじゃねえかっていう。一番バカにしてる？いやいやいや、持って、俺今日いろいろ持ってきてます。緊張みたいだな。コレさん、めり込んでます。めり込んでます。え？後ろの人めり込んでます。そんなこともありません。長く生きてれば。ああ、いい感じですね。ここいいなぁ。割りかけですけどね、もみじが。もみじ狩りツアーですね。いいですね。今日もみじを買って割りましょう。もみじを買って、釣り具を買おう。ナイスナイス。もう割りかけてるでしょ、もみじが。すげえ、紅葉クルーズできちゃう。紅葉クルーズしたいですね。この正面の太陽あたり出したら綺麗になってきましたね。笹川行きます？いやいや別に紅葉見るためだけ。いや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 多分小森さん動画の第1弾は、はい、今の紅葉クルーズのやつをあげるんで これは沖立木をピンで狙ってる感じですか？いやいや立木はやってないですよ。ブレイクエッジ。ブレイクエッジっていうかフラットですね。フラットサイドにちょっと木とか、はい、そういったものがあるところ、ぐちゃぐちゃしてるところ、バスがあんま単体で映らないんで、はい、まあまあ映ってもしょうがないんですけど、そういうわけじゃないから、はい、映らないんですね。多分濁ってるからタイトになってるか、はい、このレンジにバスがいないかなっていうね。今それぞれのレンジをちょっとずつ入れて、そうですね。どこが高反応かを探ってる段階なんですね。そうですね。時間を見ながら。まあ、ディープの釣りやるときにまず絶対大事になってくるのは、これ真面目な話聞きます、はい、ディープの釣りをやるときに、まあ、絶対大事になってくるのはやっぱり魚探、はい、魚探映像から得られるものってすごく大きいわけですよ、はい、まあ、その地形が分からないところ何メーター投げても分からないじゃないですか、はい、まあ、バス深いところにもいるといえども30メーターになったらさすがにきついと思うんで、はい、やっぱ20メーターより浅いところを狙うわけなんですけど、投げたところは30メーターかもしれない、魚探がないとそれが分からないで、まあなんですけど、まあ、元々の魚探の役割からいくと、地形を見るだけで魚を見るっていうのはなかなか難しいんですよね。はい、それでもやっぱり餌になる小魚が多いところとか、メインにしていくんですけど、このライブ魚探だとバスの動きも見えちゃうんですよね。でもやっぱこうやって濁ったりしてると、バスはやっぱタイトにつくんで、もう何かに。比較的映りづらくなってるんですよ。はい、こういうところでもし真っ白な魚が釣れてきたとしたら、そういったところは、まあ魚探には魚、映らないでしょうね。なので今ちょっと過去の経験を生かして
ディープに魚が残るんだとしたら、こういうちょっと岬絡みのハードボトムが絡むような、まあ、ハードボトムって言ってもリザーバーなんでね、そのガリガリしたところではなくて、はい、ちょっと盛り上がってって二次反射の強いところがハードボトムと認識して、まあそういったところに絡む何か枝とかがありつつ、レンジがこの時期のところっていうのをチェックしていこうかなと。それでもし魚体が真っ白な魚が釣れたら、単純に魚はいるけど映んないだけなんだなっていう認識ができるんで、はい、今やっぱトップユーティリ、このダイブスコープを使った人たちが上位に行くんですよね、はい、ダイブスコープサイトで上位に出るんですけど、はい、まあその映る魚を釣っていくってすごく大事なことではあるんですけど、はい、まあ、これに頼ってバスフィッシングをやっちゃいけないと僕は思ってます、正直言うと、はい、まあ、あのもちろんあって困ることはないんで、当然勝負なのでね、やっぱつけますけど、はい、でないとダメかって言われると、まああったらより釣りが有利になって、バスのことがより分かってきて、バスフィッシングがより深く知ることができるという要素もあるけど、はい、なきゃ勝てないか、なきゃ釣りがダメになるかっていうとそれも違うかなと。みんながみんなこれ釣ったら逆にバスがダメになるだろうと思ってるぐらい。今年は、はい、その最新鋭を究極まで鍛えてる藤田選手対、はい、そのまあそういう釣りがあるのも分かりつつ、ただ従来のやっぱベーシックなところをすごい重視してる小森さんとの対決姿勢ってのもなんかすごい楽しかったんですよ。従来のって言いますけど、僕もともと最新魚探とか使うタイプですよ。そうなんですけど、はい、ただ考え方的には、はい、そういうのもあるって分かりつつ、ベーシックなところはすごい俺小森さん大切にやられてるんじゃないかなと思う。まあ基本バスプロになって絶対的に言えることなんですけど、はい、人ができない釣りをやってすげえだろ俺っていうのはプロの仕事ではないと思ってるんですよ、はい、っていうのはやっぱりね、これが例えばですよ、他の競技と同じで勝ったものに対して単純にイメージとしてバンと広告が乗っかってくるんだったらそれもありです。でもやっぱり僕らはバスプロであると同時に物も売ってる釣り業界の一員であったら、人ができないことをやったって物売れないじゃないですか。僕は水中は全部見えて、魚の目の前でルアーをこうやって動かして食わしてるけど、これも誰にもできないんですっていう釣りをしたって見てて勉強なんないですよね。それでも釣りかっこいいって買ってくれるんだったら、そういう攻め方も悪いかもしれないんですけど、ここはね、すごく正直なことを言うと今言ったのが正解です、僕の中では。ただなんていうか、そのできないことをやろうとしないって言ってこびるんじゃなくて、できることを分かりやすく伝えていって誰でもできる形に変えていくってことが大事かなって思ってはいるんですよ。だから正直、じゃあレッグアームのダウンショット、僕が最初にやってたイメージの釣りって、はい、あれ言語化しなきゃ誰もできないと思うんですよ。ダウンショットやってれば釣れますよって言ってたら永久に理解できない釣りではあると思うんですよ、はい、ダウンショットでカバーを打っていく、ダウンショットを早く落として引っ張るとか、はい、だから言語化して、あ、ダウンショット、レッグアームダウンショットってこうやって使うんだって言語化させて理解してもらってやったりとか釣れたらそれでいいっていうところはありますね。まあ、今は言語じゃなしに、ね、YouTube とかで映像を見てもらうんで、はい、ああやって手を動かしたら釣れるんだとかそれだけでいいんだけど、あんな動き俺にはできないよって動きされたら、それはプロの仕事じゃないのかなって思っちゃいますね。だから、まあ、正直ちょっと去年ぐらいから僕老眼っていうのかな、目が悪くなってきて、老眼だとは思いたくないんですけど、乱視になってだいぶ目が悪くなったんですよ、はい、ずっとそれまで 2.0 の視力が自慢だったんだけど、はい、今 0.8 切ってるんですよ。あ、そうですね、今年の小森さんのテーマはメガネっ子男子ですもん、はい、なったんですけど、でもだんだん目元に戻ってきたんですけど、戻ってくるんですかねって、まあ、だからまだ安定してないんですよ経年劣化なんで目がなんですけど、でも今年が一番自分の過去の人生の中で、はい、過去最強だって自分で思ってました、はい、今年の俺強いわ、ダメだ強いわって自分で思ってました。途中でも、はい、あの12ヶ月の亀山でお話聞いた時も、はい、あっちの端でそんなこと言ってました、小森史上最強って言ってましたよね俺今年強いんだよね、はい、俺全部見えてるんだよね。そうなんですよね、まあ、だから言語化する努力をしてたら、はい、だん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 分かってくることが出てきたっていう。ああ、はい、文字にして飲み込むみたいな、言葉にして飲み込むというか、言葉にしてたら、だからこうやって言葉にしていくのが本当は僕たちの
仕事なのじゃないかなと改めて思ったしたいですね、はい、だから魚探これ釣るんだよって言ってもまあみんなが買えない装備であれば意味がないかなと。もうちょっと廉価バージョンというか、もうちょっと触れるようになってきたら勉強しようかなって思うんですけど、まだやっぱ一式50万だ100万だっていうのだとなかなかちょっと手が出ないかなと。 でもそれでみんなが使える値段になってきた時に、はい、みんなと同時にスタートしたじゃ遅れちゃうじゃないですか。まあそれもそうなんですよ、ね、だから使ってるっていう感じで、まあ、そうこういった自分らみたいな遊びで草トーナメントでやるって中でもまあできればそれは使いたいんですけども、なかなかパソコンとかと一緒ですよ。パソコンだってほらインターネットって便利なものが出てきたから誰でもインターネットに接続できるじゃないですか、はい、で昔はパソコン通信とかやってた時は、はい、恐ろしく莫大な金がかかって電話料金とかでこうね莫大な知識も必要だったわけじゃないですか。そうですね。だそれが今の、まあ、ライブスコープの入り口かなと思ってもらったらいいと思うんですよね。でもその時莫大な努力と莫大な資金を導入した人は専門家としてちゃんと今でも、ああ確かに、はい、発言ができると思うんですよ、はい、プログラムできるようなスペシャリストに、ね、あのなっていくわけですもんね。ポン付けでインターネットつなげられる人は仕事にはならないですよね。うん、やっぱり分かりづらいところを言語化していくってすごく大事かなと思ってはいるんですよ、はい、なるほど。まあ、まあ魚探の話が取れちゃいましたけど、なので、まあ、僕はこの魚探導入できるとは導入したらいいと思います、はい、ただ使い方は自分で見つければいいと思ってます、うん、バスを見つけなくたっていいと思う。最近はわざわざ感度を落として、うん、バスが映らないようにしてストラクチャーの高さだけ把握してやったりすることもしてますね。地形の水中サイトみたいな。そうですね。それだけやるためだけに欲しいから魚映すとややこしいわっていう時もあるし。すごいじゃないですかこれ。紅生姜にしか見えないな。それはやめた方がいいかもしれないですね。カメラ。もう終わりだね、でもね。いやー、でも、終盤で、空いてて、なかなかじゃないですか、これは。全然。だって枝っぷりと臭く、もう葉っぱが悪いじゃないですか。いやー、綺麗。やっぱり綺麗なものを綺麗な時に見てあげるのがいいんですよ。そう思いません？はい。今年はね、そのガイドの話をしたかったんですよ。はい。どうですか、今年やられるんですか。やらないです。今年はもう無理ですね。今年はもう時間がないです。はい。やるとしたら来年春1月。はい。あ、1月はもしかしたらスケジュール組めたらちょっと。でもね、もうかなり難しいです。12月まで試合やるっていうのはこういうことです。毎年11月頭にはもう全部終わってて、はい、11月いっぱい僕何もしてないじゃないですか、うん、でトモリカップとかでちょっとファンサービスしてっていう、はい、でまあガイドをやりながら、はい、本格的に時間取れるのは1月の頭ぐらい、はい、何が忙しいかっていう話なんですけど、はい、前もちょっと田中さん来てもらってしたかもしれないんですけど、はい、僕がこの時忙しくなるのは、はい、もう最大級に今年の片付けですね。片付け、はい。まあハードベイトなんかはそんなに時間かからないで終わるんですけど、ワームなんかはどん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 使ったやつをどん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 散らかしていくわけですよ、部屋に、はい、でまあ例えばゲイリーレッグアームってそのでっかい、まあ、バケットがあって、はい、そこにレッグアームがいっぱい入ってる、その中から試合で使うときにこそっと取っていくわけじゃないですか。それがまあ帰ってきたらそこにきれいに戻したつもりがぐちゃぐちゃになってるわけですよ、はいはいはい、だって帰ってきて1日とかしか休みないんですから、で次のダムの色とか、そうですね、バババってまた抜いてバババって抜いて持っていくんですね、はいはいはい、でまあその試合用に持っていくためだけだったら別にすぐ戻せるんだけど、はい、スペアを持っていくんですよ、はい、まあ足りなくなったら死活問題ですね、はい、現場で。でそのスペアを持っていくときのスペアを入れていく入れ物には、はい、とにかく入れ物スペースを取らないようにしたいから、はい、詰め込むわけじゃないですか、はい、そのでっかい、ね、そのコンテナみたいなやつに詰め込んで持っていくんですけど、はい、その中でぐちゃぐちゃになったものを戻すのは相当な時間がかかりますよね。で今度戻したら使いやすいにセットしたいんですね、はい、で足りないものは受注かけて、はい、また棚卸しみたいなことするんで、はい、まあ、ちょっとこのカラーのこのワームのこのカラーがなくなっているって言ったらリストアップしとくんですよ。それが2022年度の、はい、まあ、だこの忙しくなる前に全部やっちゃわないと、完了させないといけない、はい、でも来年3月の頭からプリプラが始まるわけだから、はい、そこまでに全部やっとくと同時に今年1年間でやっぱ反省点とか、はい、そういったので修正点を考えなきゃいけないわけですね、はい、
言っても1番取れなかったんですから、まあ反省点はあるわけですよ。はい、まあそれはメンタル的なことは直前になっちゃうからあれだけど、はい、やっぱ魚探のセッティングだとかそういったものは取り組まなきゃいけないですよね。はい、でガイドをやるんだったら、まあ、湖の状況これを一番汲み取らなきゃいけないわけで、はい、で10月からやってればね、はい、まあ、亀山ダムがどういう状態でバスがどのぐらいのコンディションで、はい、どこに多くてとかそれを追っかけていくんですけど、はい、いきなり12月からパーンって今日切り口になってるわけだから分かんねえよっていう。そうですよね。だって小森さん、あの12ヶ月の最初の方で、はい、まあ冬釣るためには夏ぐらいからの全ての流れをちゃんと頭で感じて、そうですよ。でもこうやって濁っちゃうとバスが魚探にも映らないし目でも見えないし、はい、深いところが釣れないしになってくると、もうこれってルアー入れていかなきゃわからないですよね。そうですね。リンゴだ。北山むつみさん。あ、着いた。ハロー。まあ、僕はハードディスクがぶっ壊れてるとメモリが勝手に暴走しちゃうタイプですけどね。いや、全然動いてると思いますけど、かなりダメですよ、僕なんて。いや、目も悪くなっちゃったし、人としてはもうね、終了に向かっていってるんですよだけどこのまま終わるつもりはないですけどね。はい、でもやっぱり今の時代の主役は20代で、はい、うん、だからいくら小森つぶ行こうがって自分で言いたくても、うん、やっぱりそこは絶対ブレたくないんですよ、うん、僕は20代の時そういう大人がいなかったから若干悔しい思いをしてたんで、はい、僕はそうはなりたくない。怖いおっさんにはなりたいけど今から、はい、やっぱりあの人顔見たらすぐ怒られるとか、うん、それぐらいでいいと思うんですよ、おっさんなんて、うん、おっさんってのは怒ってる疑問なんです、うん、おっさんってのは怒ってる疑問なんです。僕らの世代が慣れ合いになっちゃうと下はもう生きていけなくなっちゃう、うん、だから絶対に厳しいまま行きたいと思って、はい、だけど今の時代の主役は絶対に20代、もうそれ間違えたら終わる。そこがうまく継承できていったらバツリ業界も良くなるはずなんですよ。ムツオ来た。あ、エンジンベルト。気づいてない。あいつ目が数字の3だから気づかないよ。ベルト使えないですね。これやで。16インチ。100万。87万。100万ぐらい。終わってしまうか。練習試合。これのじゃないから。水温が下がった方が見えるのね。水温下がった方が水が硬くなるから。水の比重が重くなる。めっちゃ見るからびっくりした。壊れてるの。まあでも画質は変わらんよね。画質は変わらんね。アクティブターゲットインストレーションってやつ。あ、淡水よ、これ。淡水でしょ？うん。で、ほんと淡水よね。これ海水よ。こんだけ映ってる分、でも、確かに幅が狭いからさ、うん、ルアーは追いにくいんですよね。そう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 。そう。なんか、10メーター先のボトル。5メーター先のね。5メーター先、これ、それ、これとこれか。4メーター先は逆向いてる。こ16にするとさ、ああ、あの対象物のデカさがさ、すげえ見やすいよね。ああ、まあそういうことね。うん、これ楽ですよ、エレキ読まなくていいよ水上ステージがお互い実は、うん、どうなんかな。いや、俺イルカでずっと使ってるけど、うん、はい、問題はない。速くはないよ。でしょ、うん、ゴーストも一個買った方がいいでしょ。あの方がいいのはいいよ。やっぱゴーストはよくできてるよ、うん、普通だよ。これでしか使えへんでしょ。いや、他のツアーでも使える。カラーがあの太さ変える。あ、そうなの。うん、カラーは3段階、あ、2段階ある。変なサウザーにこれつけとこうと思ったら、うん、つけておける。要はエレキ線で使える。いや、あ、まあ使おうと思えば使える。でも遅いんでしょ。まあ、まあどうやろう、あんまり最高速やったことないで知らんけど、うん、普通はそんなに速くはない。あれよりは遅い。109ボンド。うん、これは82、24ボルトなんです。36も出てるやつ。36も出てる。それくらい変わらないか。変わらんのちゃう。いや、亀山でも使えて、八坂さんでも使えるやつが使えるあるんやったら、うん、と思ったけど、うん、
これを矢坂さんに使うと思うと、マウントを、あれか、普通のヒーターマウントにつければいいのか。ヒーターじゃないか、ヒーターじゃない。これは、X5 のマウントを1個感じたのか。まあまあまあ、そういうことになるかな。X5、X3、X5。え、これはマウントはもともとあるでしょ、はい、あの、壊れへんマウントがついてる。そう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 。マウントは、マウントは丸々余ってるよ、1個。どうしたのかな。マウント売って。これ買う。1個ショートにする。でも1個ショートにする。マウント丸々当ててつけれるの？ネジなの前。ドアネジなの？ドアネジ。これはドアネジ。え？こいつは。こいつはドアネジなんですか？こいつはドアネジにするためにマウントのクランプ部は外したから。あ、でもそれを丸々1個余っててもドアネジじゃないからつけれないじゃないですか。そうそう。だから丸々1個余ってるけど、もし付け替えするんやったら僕のゴーストみたいにあのマウントのボディマウント自体はそのままノーマルで使わなあかん。まあそれはわかりますよ、うん、それはそこからつけれるの？なんの？シャフトを一回抜かんとダメじゃないの？これ？ああまあつけようと思ったらつけれるけど難しいよね。こいつのあのクランプを抜く作業はめちゃめちゃ簡単。あ、そうなんだ。そう。もうだってこれ来た日に全部バラした。下もかっこ悪いですよね。いいよ。一さんに言ってくださいよ。え？完全にかっこ悪いですよね。どこがでかくてなんか。え、嘘やろってくらい手がけないですか。いや、それがいいんじゃないですか。まあ、目立ちはします。目立ちます、うん、それは。でも便利な点は、はい、あの方位センサーが別体じゃなくて一体やもんで、だからいちいち付け直さんでもいいっていう部分はあったりする、うん、ただ方位センサーが逆に言ってこの中に入ってるもんで、はい、マウントがこうちょっと斜めってずれつけたりとかすると、はい、自分の方位失ったりとかするんで、一回一回その、現地についてはキャリブレーションしていかないといけない。はい、まあ、あのリモコンで M の112どうしたらいいだけやから。うん、エリキ線で両方で使えてスペアになるやつが欲しいんだよね。考えよりっちゃこれですよね。それかもう一個ゴースト買おうか。俺はゴーストの方がいいと思う。ゴーストはレンタルで使えないんですよ。あ、そうなの。マウントカットしなきゃいけない。ああ、まあまあまあ確かに。でマウントカットしたらシャフト通せないじゃないですか。うん、だから結局カメラまで使えへんのにもう一台金払うのバカバカしいでしょ。うん、まあ僕はもうイルカ池があるからこれとりあえず調達したけど、まあ手頃やし、もう軽いしね、こっちの方が。いや、そんなに軽ないよ、思ったら。うん、まあまあ、ヘビー級で。このマウントで作ったな、ちょっと京都がやりたくない。これ欲しい、田中さん。どうですか。これ丸々セット。丸々セットで、これでおいくら万円ぐらいなんですか。これ100万軽く超えてますよ。魚炭だけでだって100万。下が100万。はい。これだけで100万。はい。まあ30、30、30。はい。上で100万、下で100万。200万でございます。あれ、200万ですか。200万も賞金取ったことないから200万。いや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 。ないない。いやいやいやない。ない。明日がっつり。障害獲得賞金200万超えてるか超えてないか。超えてない、超えてない。怪しいよ、ね、200万かけてる。ロマンじゃないですか、やっぱり。ロマンじゃダメですか。超えてないと思うよ。ちょうどぐらいかな。それ面白いね。突っ込みづらい。いやだってね、京谷さんなんかだってたった4000しかないイルカ池の試合で3つ勝ってきました。あ、はいはいはい。でも2位なんですよね、今年。あ、僕ですか。はい、いや3位だった。あ、3位。3位だ、はい、1戦目がね17位かなんかで出遅れたもんで、それが響いちゃって3位。あ、僕も最終戦17位に出遅れましたね。出遅れ17位よく大順位ですよ。出遅れた。出遅れました。で、マスターリーのバスじゃない、これ。これバスっぽいよね、映りとしてはね。欲しいな、16日が。もう200万か。結構銀行知ってるとこあります？とりあえずだったら来年の1戦目で優勝して。ないと優勝できないですよ。いやいやいや。それでいい返しですよ。だってね、僕ね、この人にね、あの、どうやったら勝てんのって聞いたら、あの、勝ったら分かるって言われて、それが分からんぐらい聞いとんねやろ。そんな勝ったら分かる。勝ったら分かるから。勝ったら分かんねんは分かっとるよ。でもさ、勝ったら分かるだって言われたらどうしようもないよ。
でどうやったら勝てるのか、じゃあやる前から分かってやったら僕毎回勝ってますよ。まあまあそうやな、勝ったら分かるんですよ。勝ったら分かるって、牡蠣ってそんな味すんの、食べたら分かるでしょ、牡蠣の味表現できる。まあね、そのそうやけどさ、勝ったら分かるって、牡蠣と同じ味がします。優勝だから、もうちょっとさ、もっともらしいこと言ってくれへんかな。勝ったら分かるってものすごいひどいよね。逆に言ったらみんながなんで勝てないか分からないから僕は。おった、いや今日ずっと小森さん、いや俺は強いから、今年改めて思った、俺は強いんだ、強いですよ。強い、でもねでもこの人が覚醒するボトルになったのって、やっぱあの旭川であの渋い魚を取ってきて5位で耐えしのいでからやと思うんですよ。 あれが元やと思うんですけど、そっからうまく噛んでますよね。そのあれをさ、下流でさ、まあ言ってみたら耐え忍ためのキーパーやと思うんだけどさ。そんなことないですよ、2日目のお昼まで僕ずっとカバー打ってたんですから。あ、そうなの。そこでカバーじゃ勝てないと思って切り替えたんですよ。もう勝つのけ上手もない、予選落ちたら何もかも終わりじゃんと思って切り替えた。スリーハックで初めて見たときなんか本当冗談なのかなと思ったんですけど、こうしてレンタルボートに着く姿を見ると迫力ありますね、やっぱり。踏み心地はむっちゃいいんですよ、これ。軽いし。いいですよね。踏み心地はね、軽さは5段階変えれるのよ。でもみんなこうなってくるってことですよね、多分。うん、これが、ちょっと一般ユーザーにも使えるぐらいの値段に。まあ、でも20、30万だったら一般ユーザー。実はこれ32万8000円なんですよ、税抜きで。あ、だからツアーはもう買った時20万とか、そうそうそう、うん、ツアーが確か定価27万円ぐらい。これで買わないですよ、はい、はいはいはい。だからそれに5万円足して泊まってみませんかっていう、はい、最高っすね。だから今じゃあれですよ、あの介護用品だって言われてます。え、ちなみにこのマウントの差し替えの自分でやったんですか。デジコンに、あのデジタルストラクチャーのやつに差し替えるの。あ、全部自分でやった。自分でマウントもカットしたらいいもんね。マウントカットってね、めちゃめちゃめんどくさいのよ。手動です。そんなね。すげえ、16インチもする。16インチコールさん、これって今どこが映ってるんですか。これはね、これのね、はい、オレンジの矢印がある、はい、正面が映ってる、はい、あっちの左側が先ですか。ん、左端側、あ、そ、右端側、あと上に 5-5 って書いてあるで、はいはい、で斜めの線あるんですか、はい、斜めの線の付け根が自分の位置です。はあ、だからこういうふうにこういう縦で、はいはい、幅はこういう感じ、自分の位置がここで、前90度、はい、後ろ45度、はい、135度を見てます。何もいない感じで慣れちゃう。いや、でもこれが近未来ですよね。これで今リグ組んで、で用意どんどんスタートで。そう、でもね、実際僕釣りの時はね、あんまり実はこれ見てないんですよ、はいはい、あのむしろそのゾーンが生きてるかどうかを見てるだけで、はい、同じこと言うでしょ、そんなんだから藤田京に勝てないんですよ。まあまあまあ、そうなんですよね。僕もそうなんですよね。あの対局なんですよ、はい、藤田京也はこれ見ながら、はい、いるやつを根こそぎ釣っていくんですよ、あいつひどい、はい、ひどいひどい。心が折れてやつが船団から1人抜け2人抜けってしていくんですけど、僕は対局の釣りだったんで耐えれたんですよ。この釣りで食ってこれるやつだけ食ってきてくれたらいいよっていう釣りだった。こんなのつけてカバー打ってて、バーンって引っこ抜いて、はい、ガチャーンいったら100万円ですからね。あそうですよね。まあ、これ16はもともとあのクルーザーとかなんですね。埋め込んで、そうそう、室内で、キャビン内で使いなさいねっていう。小森さんは何て思って使ってるの。僕は今日はエリゼ FS です。はい。で普段は、原釣り立ち12ってやつ使ってます。はいはいはい。まあ、GPS と、まあ、チャートと、はい、魚探だけだったら、エリートジャックとか、リビールってのがあるんですよ。はい、フックリビールってのが、はい。それが一番リーズナブルで良くて、バスボートで使うとなると、
それが HDS になるかなと。リビルつなげないんで、はい、ネットワークケーブルで、はい、っていう風になってくるんだけど、今、まあ、僕これ始めたばっかりで、いやバスボートでもレンタルでも使いたいんです、なんか手頃なのないですかって言ったら、絶対このエリートの FS をお勧めしますね、はい、値段が安いっていうのはちょっとで、ネットワークがついてお得になりましたよね。まあ HDS ですよね、これほとんどね。そう、ほぼ HDS。 HDS が逆にライブになって、うん、まあ上位機種しかないから、はい、HDS のライブ機能でも、ライブ機能もついてるしね。うん、いった FS は正直めちゃくちゃいい。それは今ブラックバスとか映ってたりするんですか、魚とか。おお、今映ってますかね。今は特段映ってないと思うんですけど。ああ、気になるとしたらこれですね、これ。はい、これはなんか、ね、ちょっとなんか魚って気になるよね。100万のつつかないけど、これと100万のこれつついてくれれば絶対大丈夫。トルサイトガイドなんじゃないですか、これ。でもめっちゃ強いですよね。まあそこそこ、はい、これ下敷きにしてボールペンで描いても何も傷つかないですもんね。もう耳ちいで、自分がこれのオーナーで今そんな風になって、つつかないでくださいってなんか言っちゃいそうですよ。来年シーズン始まったら買おう。やっぱりもう一個買おうって、あれをゴースト。田中さん、ドローン持ってきました？ドローンないですよ。ドローンないですか？だって小森さん怒るじゃん。いや、あれ駆殺してほしいなと思って。どれ？スズメバチ。はい、本当はすごいよ。あれ流行ってるんですよ今。ドローンのスズメバチの巣駆殺めっちゃ回りますよ。めっちゃ小森さん怒るじゃないですか。いや僕はドローンとかに時間を潰されるのが一番嫌いなんだ。そこに置いてくから勝手にドローンであれやってればいいです。いや、こんな時間あるって思わなかったから、朝ギリギリまで考えて、いや小森さんまたドローンあげたいって言ったら怒んだろうな。この水見た瞬間僕やる気なくなるだなって思わなかったですか。いや、これ来てみないと分かんないですから。イケイケどんどんなのかもしれない。これどうにもできないでしょ、こんな水の色。しかも最近濁ったんでしょ。今水温何度ですか？12.5。高いんだまだ。これいよいよ難しいね。あれいるんすか、あんなか。いるでしょ、スズメさん。いや、もういないかもよ。だからそんな何倍もできないレンズじゃなくて、僕の200ミリで見ますよ今。あ、記念に撮っときました。何の記念？スズメ町見学記念。あれ立派な巣ですね。こんな絶対回収できないんじゃないですか。なんだろう、スズメバチは本来地面に作る。違う、種類による。で、黄色スズメバチがああやってこうぶら下がる。黄色もゴムス、ああやってぶら下がります。あ、ピンボケしてる。挙手お願いします。黒スズメバチは土。小型のスズメバチはどっちも作る。これ本当オークトフォーカスなってんのか。怪しいわ。あ、そっか、暗くなってきたからか。もうミミズ縛りがもう無理じゃないですかこれ。いやいや、そんなことないですよ小森さん。そんな時間投げてないですよ多分。え、そんなことないですよ。投げてます。朝からずっとやってますよ。朝からやってないじゃないですか。ご愁傷様ですっていう。行きますよ。すごい濁りって怖いですよね、はい、こう濁ってるなと思って、うわーっと思ったけど、ね、時間が経つとこれが普通かなって思ってきます。はいはいはい。水ってこういう色だったっけってね。久しぶりに見るとこんなもんだったりとか。急に交わればと言いますよね。濁りになれると濁ってきましたよ心が。え、もう小森さんでも間もなく釣り。あ、釣った釣った釣った。ほら、心が濁ってきたら釣れますね。ちっちゃいけどバスですよ、ほら一応。ほら、ミミゼ釣れたぜ。いやー、ちっちゃい。14時45分。
嘘、そんなことないですよ。いやもうちょっと、いやそんな時間かも。そうです。イエイ、おじゃあ坊主もがれには間違いないですね。山見水まだまだこれから、これから、はい、これちっちゃいのはちょっとね、いくら今亀山でもサイズが落ちてるというのもこれはちっちゃいでしょ。ありがとう。まあでも冬の嬉しいバス、嬉しいですね。いただないです。すげえ、喋ってたらいきなり顔が曲がった。いい話したでしょ。ここで止まっておもむろい投げ出しましたけども、狙いはライブスコープにバスが映った。なんで言ったら怒られちゃう。で違います。まあ、水産センターの三島の北東の張り出し、はい、北西の張り出しか、はい、なんでまあ有名なポイントですこの時期の。でこっち側がちょっとチャンネル側で深くなっていて、そこに今上がってくる途中にちょっとブレーク、硬いブレークがあった上がったところの今7メーターから8メーターに、まあ立ち木っていうかなんかね、細く低い木がなんかガサガサが入ってるんですよ、はい、このガサガサ周りを確認しながら投げました。もちろん魚っぽいものは映ったけど、その辺を狙ったんで、それを狙ったっていう認識ではないです。地形を見るついでに魚も見えたけど、まあ、濁ってるんでね、こういうとこタイトにっていうのが基本なんですけど、まあ、今日ちょっとお昼ぐらいからまあ狙ったようなポイントは比較的フラット系だったんですよね、はい、まあ、レンジが分かんないからフラット系から見ていってたんですけどね、まあ、まあ正直何の参考にもならないけど一匹釣れたんで。いやでもやっぱり、はい、週末ちょっとしっぽり楽しみたいなっていう我々には0か1かって本当大きな差なんで、はい、ああいうちびっこちゃんでも、あでもそれを狙ってるってこと。そうです、今これを狙ってます、はい、で今どうしてもね、これ今日ミミズ縛りなのでこれオフセットでやってもいいんですけど、はい、まあマス針で今まっすぐちょんがけ、ワッキーじゃないです、はい、まあ、正直ワッキーにしたらもう食わないかなと思ったんで、アクティブに湯側の毒見すぎちゃって水温が低下してるんで、それと掛けにしてちょっとゆっくりとシェイクしてみようと思って、今狙ったのはこれですね。これの周りに。ああ、分かりやすいですね。これの集合体を舐めていたらコココンとバイトが出る。ココンっていうかギュッと重たくなる感じです、はい、この時期特有の抑え込むような、抑え込むっていうか雑巾が引っかかったような、はい、あ重たいこれバスだなって、あそれよりはちょっと動くかなと、はい、ちっちゃいね。でもね、今今年の亀山でもあのサイズ多いんですよね、はい、まあ、これオフセットでやってもいいかもしれないですけどね。うまあ、おっしゃってるっちゃうとレッグワームで一緒になっちゃうから。まあでもそういう時にやっぱりレッグワームのあの3番スーペリオ3番組んだタックルでストレスなくってのがやっぱセオリーではある。レッグワームじゃないしミミズ縛りにされたから、はい、ちょっと苦しんでます。濁ってるから、はい、特にレッグの方が強いんです今、はい、濁ってる時はさらに水をかき回してやっぱ魚を呼ばなきゃいけないから、テールのグリグリグリっていうですね波動が、まあ、ぐるぐる波動が欲しいから、はい、マス針をオフセットにせずにちょんがけで使ってストレート掛けにしてるっていう。時期的にはでもやあの山見水じゃない、山タヌキのベイトタックルによるシュートとかでもタヌキいいかもしれないですね、うん、プリプリプリっていう、うん、タヌキの脳進化ずる引きもいいかもしれない、はい、去年結構やったじゃないですか、はい、あれ今やってもいいかもしれないですね、うん、濁ってるから。いや、小森さん、あれ今年ですよ。はい、今年か。あともう何年難しかと思ってた、うん、あれまだ今年です。今年はあれじゃないですか。うん、あのね、野池とか、はい、行くと冬とか秋とか、はい、どうしても釣れない時に、はい、必ず釣ってくる人がやってる釣りがあるんですよ、はい、イモグラブのズル引き。あー、はい、はい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 、まあ、ジャンボグラムのテールカットでもいいし、はい、まあ、とにかくああいう芋系のズル引き、はい、で意外とっていうかそのいろんな、ね、フットボールとかズル引きとかもいろいろあるけど、はい、まあ、とにかくグラブの芋のズル引きってすごく実は釣れる釣り方で、はい、
スモラバでもいいし、とにかくもう止まってるんじゃないかなってゆっくりに釣り切って、はい、僕の過去に行ったことあるおかっぱりフィールドではやっぱりよく釣れてます。はい、で、まあその釣り引きはボートからでも実はすごく有効で、はい、やりづらいだけなんですよね。ボートからと魚眼があるからどうしても深いところ手出せるじゃないですか。深いところ見ながら脳進化の釣り引きって、はい、しんどいですよね。でもタヌキならできるなって今思いましたね。秘密よくできてますよね、うん、なんか同じストレートワームだからと思うけど、うん、他社さんのストレート系でこういうのを使い分けると全然やっぱ違いますよね、うん、張りというかボリューム系、うん、ハンソルトってのがですね、独特なキックバック感を生んでるというか、全部塩だともうちょっと柔らかくなっちゃいますもんね。あ、逆にそう、なんかね、もたっとして動かなくなります。はい、柔らかくなるわけではないんですよ。はい、もたっと、うん、全体的にもうなんかね、はい、動かない、シェイクしても全然動かない、はい、重たいんですよね。でこのワームを動かすレベルの針や糸のチョイスだと、はい、もう全然機能してないように感じちゃうんですよね。あ、だから塩の比重をいろいろ、そうですね、いろいろ3種類4種類ぐらい試してこれがいいかな。まあでももうちょっとやりたいこともあるんですよ。はい、おいおいって感じですか。いやー、やってくれんのかな。シラウオカラーとか作りたかったですこのワームの。ああ、ミミズでカラー展開の話。だってこれシラウオっぽいじゃないですか。はいはいはい、シラウオカラーとかあったらいいなと思ったし、一時の霞水系とかでこのボリューム感でそんな色あったらいいですよね。ノーシンカーでヒョロつかしたいですよね。あ、ジグヘッドとかですか、ね、そう。あと今日ちょっと本当はこう縛りがなかったら楽しむところがあって、はい、4インチワームって分かりますよね、ストレートの出る狩りの。あれとかもこの時期やっぱりよく効くんですよ。で、そういうのも、まあ、試してみたいなと思ってて、あれもシラウオカラーあったらいいなと思ってますよ。シラウオカラー何気にやばい。まあこの辺見たら試す価値はないなと思っちゃいましたけど、これだってシラウオ見えませんよ。シラウオだけは生き延びますよ、これ今ブラックでちょっとシルエットをはっきりくっきり出しつつのあれですね。そうですね。明日は優勝ですね。待って、今のですね、10本つなぎ足で10本つなぎ足で勝てるか。まあ、ちょろっと水見てみましたけど、よくこんな状態で縛りをつけてくれましたね。いやー、縛られんの大好きじゃないですか、ここにね。全然嫌いですよ。もう自分からこう、絡まっていく感じじゃないですか。だって完全に今日これあの耳つけ釣ろうという水の色はしてませんねブラック使用 OK なんで色だけじゃないですか、スクイはブラック OK ですよ、使っていて。これね、正直厳しいっす、いろいろ厳しい、はい、実は時間が短いってことと、はい、僕が異常に今足が痛くて集中力が完全に欠いてるってことと、はい、座ってるだけでこっちがめっちゃ痛いっすよ、はいはいはい、それとまあ、それはちょっと置いといて、はい、やっぱこの初冬の難しい時期に差し掛かっているこの時期の、はい、プラスアルファ濁りと3ヶ月ぶりというこの時間的な事実と、はい、いろいろしんどいなと思ってます。でもこの本当限られた短時間でまずは、はい、まあ、氷山的にはキーパーないかもしれないですけど、俺はバスが見れたっていうのはすごい釣れんだっていう、やっぱりもうミミズに感謝だよね黒ミミズに感謝。ほんと12月1、2月はほんとそうちっちゃくてもなんでも1匹釣れたか釣れないかって、ほんと俺の中では、まあ、例年の傾向からいくと、はい、11月過ぎて12月に入ると数は釣れるけどサイズはちっちゃいんですよ、はい、これ例年なんですよ、はい、でかいのがちょっと食わなくなっちゃうんですね、はい、でそういった時にレッグアームよりも細いバームとかで数釣って、はい、数釣りに走ることがあって、はい、でもそれはあくまでも12月もっと雨が降らないんでね、うん、クリアになってることが多いんですよ。11月ぐらいは雨降るんですけど、はい、その濁りが取れなくてちょっと濁ってることがあっても、うん、ここまで濁ってるのは久々ですね、はい、で時田ホテル向こうなんてどちゃ濁りじゃないですか、はい、でまあちょっとサイズが小さいからこれ難しいなとは思ってます、うん、1月になってくるともっとガツッと冷え込んできて40度ぐらいになるとやっぱいいディープに魚が濁ってても入ってくるとは思うんですよ、はい、ちょっとこの状態は難しいなと思います。
中でも魚が見えたらはね、うん、よかったのかどうかわからないですけど、最近ね、ちょっと僕ここ年末持ってないんですよ。まあ、年間2位で終わって、はい、AOK も3位で終わってっていう、はい、まあ、KOK に関しては寸止めではなかったんですけど、はい、だからね、せっかくこの寒い時期に、ちっちゃいの釣れない時期に釣ってんだから、もうちょっとでかいの食ってくれてもって思うことがあったりとか、年間まだ 200g ですよ。はい、まあ、たらればですけどね。はい、まあ、去年はバスプロ選手権で、はい、そのわずか 200g 以内で、はい、その差で僕は藤田恭に勝って優勝してるんで、そうでしたね、まあ、しっかり借りを返されてしまったんですけど、はい、わずか 200g ですよ。あ、まあ、ちょっと本当についてねえなっていう気持ちもある中で亀山に来て、さっきももうちょっとでかいの食ってくれよって、サンはギュンギュンに曲がりしてましたけどね。あれもうちょっとでかくてもいいと思いますね、でっかくかけたら。いや、俺は全然あれが見たかったっすね、やっぱ本当、なんていうか絞り出した一本、レッグアームすらどうかなっていう瞬間の次の頼れる何か言って見たかったんで、はい、ああじゃあレッグがダメな時はちょっと今度ミミズ投げてみようかななんて思っちゃいましたけどね。クリアだったらその選択は正解です。うん、でも濁ってる時はまあ普通はボリュームをアップさせていくでしょうね。動きをもうちょっと攪拌するような動きに変えていくか。でもワッキーではちょっと強すぎるんですよ。なのでまあ濁ってるに合わせた考えるんだったら次の一手は僕はタヌキの方だったなと思いつつも、まあここでねミミズを握ってるんで、はい、ミミズでいくかっていう気持ちもあるし、はい、まあ、いずれにせよ、ちょっと、やっぱりそういう流れもひっくるめて、持ってねえな。まあ、いい時もあれば悪い時もあるんで、まあ、今ちょっとだけ悪い時に、差し掛かってる数ヶ月。はい、じゃあ、来年の一発目はでも、勝っちゃいますね。シーズンがね、長いのが問題なんですよ。長いっすよね。長ければ当然、いいとこと悪いとこが出ちゃうじゃないですか。9ヶ月ぐらい戦い続けてるってことですよね。そうですね。その間メンタルずっと、メンタルは大丈夫なんですけど、体と、まあ、年取ってきてるんでやっぱ体と、あとはやっぱりその流れがいい時も悪い時もある中のね全部を食わっちゃうわけですよ。シーズンが6ヶ月終わってくれれば6ヶ月ぐらいなら流れも何もかも維持していくんだけど、流れって結局モチベーションで上げていくんですけど、やっぱ9ヶ月もあるとね、途中でやっぱちょっと下がってくる時があったかなと。まあ、結果論ですよ、これは。お疲れ様でしたって感じですけどね。お疲れ様です。お疲れ様です。12ヶ月、ありがとうございました。12ヶ月全部来てない上に、今日なんてもうほとんど 2,3 時間しか釣りしてないですけどね。はい。はい、うちに、まあ、12ヶ月の亀山ダム、これやろうと思ったこと自体が、そもそもちょっと1年間通して亀山ダムっていうのはもう一回、僕自身が見直してみたかったのと、それを祭り子さん見てる方に、まあ、どうやって釣ってもらったら効率よく釣れるかって伝えたかったっていうのがあったんですけども、まあ、ちょっとね、来るたびにアクシデント、天候が悪かったりとか、今日来てこれどちら濁りとか、まあこんなこともあったりしたけど、まあこれがリザーバーですからね。そんな中でもいかに魚を釣って帰るか、いかに楽しんで帰るかっていうことがちょっとでも伝わってくれたら嬉しいなと思ってるんですよ。伝えるのは釣り子さん、頑張ってください。頑張ります。はい、もう2021これで終わりなんで、はい、また22もなんかちょろちょろっとが都合のいい時に、はい、ぜひぜひやりたいと思うんですけど、亀山に限らずその、はい、津久井港でありますとか、はい、あとはもっと全然遠くのエリアですとか、はい、何か面白いコンテンツがあったら、はいはい、またよろしくお願いします。ぜひぜひ。いやでもちょっとなんか不本意な1年間だったなと。トーナメントじゃなしにこの企画自体ももっとねいい時にハマれば、亀山湖ってすげえバスいっぱいいるし楽しかったんだけど、来るたびにちょっとコンディション悪かったなっていうのがあって、まあ、僕らも悪いっていうのは日程がなかなか合わなくてね、その厳しい中この日しかないから釣れてるから行こうじゃなしに、
この日しかないから行こうっていう、もうまさにその年に5回ぐらいしか釣りこない人と同じような動きをしてしまったっていうのもありますけどね。いやでも楽しいよ、キャンプをっていうよりもそのこの、どうすんだよっていう状況で毎回あの絞り出し方と、いい魚見せていただいたんで、今日なんかもう今日良くないでしょ。この短時間で俺は正直坊主でこれなんか寂しいコメント取って終わりなのかななんて思ったら、もう釣ればいいんでしょうって速攻で。いやもっとねクリアだったら絶対もっと釣れます。あのサイズっていうか、もうキーパー25よりもまあもうちょっとでかい32、3ぐらいまではポロポロ釣れるんですけど、さすがに今日はよく1匹でも釣れてくれたなと、まあ、僕がちっちゃくても大きくても釣れてよかったな、釣れて楽しかったなと思えるんで、まあ他にもね神山ダムなんでそのビッグベイトの釣りだとかカバーの釣りだとか、まあ実際この12ヶ月で見せれなかった釣りもいっぱいあるんですよ。そういったことも本当はやりたかったんだけど、まあコンディションを合わせるのってなかなか難しいなと。2022もまたなんか装いも新たにタイミングでよろしくお願いいたします、はい、そうですね、次はちょっと釣れてるよ、じゃあ行こうかみたいなこともやってみたいんで、はい、はい、お願いします。はい、1年間ありがとうございました。ありがとうございました。